好きな香り、いいね。僕ありますか？あのこの前の誕生日に、うん、マサヤがメンバーの佐野マサヤがあのルームディフューザーをくれて、えほうほう、ルームディフューザーってどんなあの部屋のさあの棒させて、ね、はい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 、はい、あれくれて、うん、あれがめちゃくちゃいい香りやった。どういう系の匂いなの？なんかすごい爽やかな、うん、柑橘系とかではないの？えちょっとマリン系なんかかな。へえ、マリン系って何系なの？分かれへん、書いてあったからだから海、ちょっと海っぽい感じじゃない？ いや、いいね、あ、それ欲しいかも。透明の瓶に青い液体入ってた、メンバーカラーで選んでくれたんかなと思ったね。なるほどね、マリン系いいな。俺も海なんか部屋入んの楽しみになった、それ。そう、うん、それで、うん、それで部屋入んのが楽しみ。いやでも匂いってやっぱ嗅覚ってすごい。いや、あんねん、ほんまに。それで俺犬年やからさ、嗅覚すごい、ね、あすごいわ、それは。そうやね、あそう、響くんやそこ。人よりも犬年の人って人より嗅覚すごい。ほんと、そう、ほんと。だからその世代すごいな。だからもうほんまに匂いには敏感なの。厳しいんや、その世代は。厳しい、この世代は。気をつけよ、その世代犬年は犬年気つけよ、次から犬年ほんま気つけよ。いや、香りはせいやくんが一番こだわってるイメージあるんですけどね、僕。え、なんで香水とか、それこそね、うんうんうん、香水、そうね、2種類普段2種類持ち歩いてるんです。うんうん、入れて、ちっちゃいやつに入れて、家にでもめっちゃある種類。何個ぐらい持ってるんですか？どれぐらい？でも6、7ぐらいあるんじゃない？すごい。6、7? 7個あったらすごいね。1日1回変えて1週間。まあまあそうね。でも俺基本的には甘い匂いが好き。あ、ゴットンキャンディー系の匂い。ゴットンキャンディー、なんで全部入ってけんかった。全部入ってけんかった。なんでゴットンキャンディー？ゴットンキャンディー、綿菓子、綿菓子。なんでそんな気がするの？綿菓子言うやん。綿菓子って言うてよ。何やコットンキャンディ。俺めっちゃ背伸びしてマリン系って言ったら恥ずかしかったもん、ちょっと。マリンは分かるよ。コットンキャンディは分かる。コットンキャンディって言うやん。言わんよ。何それ。コットンキャンディだらしない日本人が。コットンキャンディ綿菓子で言う。4文字で終わらせろ。だらしない。甘いやつが、そう、甘いのに言うんですけど。でも俺も挑戦しようと思ってるんですよ、香水。それこそマリン系やってみようかな。海好きやし。いや、おすすめよ。海の匂い好きやわ。爽やかな。じゃ別に海の匂いが多分するわけちゃうで。あ、磯の香り想像した。ちゃちゃちゃ。潮風に波かれる海の匂いじゃない。ちゃちゃ、それ絶対ちゃうやん。違うわ、磯臭い。この人海帰りなんかなってずっと思われるんですよ。嫌やな。街中で。でもこれを機になんか探してみるのもありかもね。俺探してみたい、ちょうど。なんか自分で調合して作れたりするところもあるもんね、香水匂い。自分のオリジナルの匂いを。あ、そうなんだ。そうそう、そういうとこもあるもんね。まあ、服の匂いが一番好きな柔軟剤ね。柔軟剤、あ、柔軟剤ね、それも大事、いい香りやから。